はい、どうもこんばんは、ウプ主でございます。ですね、この動画撮ってるの10月25日ですけども、公開日をね26日にしたいと思っております。なのでね、この喋ってる動画がね公開されるのは26日になると思います。ですね、この2405の前回その、ね、レンズペンじゃないや、何でしたっけ、ナノカーボンペン2ですね。それを使ってですね、このカメラの裏にあります、よいしょ、この接点のね、この通電不良というか通信不良を改善できるんじゃないかという動画を撮ったんですけど、その後改善が見られませんでした。はい。まあ、動画公開が26日で、その翌日の27日にですね、キャノンさんがね、引き取りに来て、修理をすることにいたしました。まあ、ちょっと3万円から4万円程度っていうね、痛い出費ではあるんですけど、まあ、新型に買い替えるよりは、まあ、安い出費かなと思っております。まあ、新型ね、まあ、これよりちょっと重たくなっただけで、まあ、描写もね、良くなってるとか言いますけど、自分はね、この型のまま使い続けたいなと思っております。で、このレンズの修理対応期間がですね、再来年で終了してしまうということなので、まあ遅かれ早かれ修理に出さないとダメな状況にはなってしまいましたけど、まあ今回修理という形になりました。ですので、まあ11月半ばとか11月の後半くらいまでは、まあ僕のね、カメラに装着することはないと思っております。でですね、ちょっと修理の話をしますと、ね、キャノンさんって修理のメニューいくつかあるんですけど、ね、修理メンテナンスのお申し込みというね、のが出ていると思いますけど、私はですね、この引き取り修理サービスというのをね、キャノンさんにお願いしました。はい。これはですね、この引き取り修理サービスというのはですね、まあ、キャノンさん指定の業者、まあ、ヤマト運輸さんですね、が、そのキャノンさんから梱包資材をね、うちに持ってきて、くれて、でもその場で梱包して、そのキャノンさんに持って行ってくれるというね、サービスでございます。キャノンさん持ち込みの修理もできるんですけど、サービスセンターがね、東京と名古屋と大阪にしかないですし、仙台にもね、仙台支店という形であったんですけど、修理の受付もしてないということなので、今回ね、この引き取り修理サービス、セルフ梱包でね、修理という形になりました。はい。まあ、ちょっとね、ベラベラ喋りでね、4分も5分も喋っちゃうような形になるとあれなんで、ね、この辺で終えておきたいなと思います。というわけでね、まあ、今回は、24105、結局、7カーボンペン2を使っても改善しなかったので修理になりましたというご報告でございました。まあ、修理から戻ってきたらね、また動画等々作ろうかなと思います。はい。では。